顔出そうかな。皆さんどうもこんばんは、越中四郎です。すいませんでした。それでは動画始まります。すごい目です、すごい目です、すごい目です。ものすごく大きい声を出せますよ。どうもどうも、今日はお手軽配信でございます。すいません、スモークベーコン風のスモークベーコンカリー味っていうんかな、これを食べていくよ。食べたことありますかね。それとぴょんこ先生の、お手製のこれな、これ何ですか。これは何、マヨネーズと豆板醤揚げ、マヨネーズと豆板醤揚げって言ってましたけども、それを食べていきたいと思ってるんだよね。こんにちは。ね、阪神タイガース、9連敗中でございます。これはもうどうしようもないぞ、どうしようもないぞ。9連敗ってセリーグ記録になっちゃってんじゃねえかっつってね、どうなってんだおいっつってね言っておりますけれども、今日は、この9連敗を阻止すべくね、このあと DeNA ベイスターズとの試合が控えております。頼むから勝ってくれね、ということでございますが、ちょっとじゃあこれにお湯を入れて3分待つのもなんですから、その間に、いろいろ食べていきましょう。今日食べていくご飯ものはこちらでございます。取れてなかった、もしかして取れてなかったかな。豚丼の下り取れてなかったかもしれない。これ取れてなかったか。これを食べております。ぴょんこ先生の手作りの牛丼の牛を豚肉に変えたやつ。うん、うわー、うん、先生、先生最近料理に凝っておりますね。こういうのが出てきました。これでいっぱいやりたいね。そんなこんなでカップヌーディーができておりますから食べていきたいと思います。もう普通のとどう違うんですかね。これスモークベーコンカレーということで、いつものカレーヌードルのお芋ではないですね。ちょっと違うね。いただきます。あっそ、なんか違う、なんかいつものカレーヌードルではないな。いやそりゃそうですよね、いつものじゃないっつってんだから。なんて言ったらいいんだろう、うん、いつものよりちょっとよりスパイシーかな、うん、となんか野菜の甘さっぽいのが強い感じがする。うん、でベーコンうまい、外れねえですよねこういうのはね。うん、皆さんは何か応援してるプロ野球のチームとかあります？サッカーとか、もうここの大ファンだぜっていうのがあったらね、ちょっとどんなのか知りたいですね。コメントしてね。私はもう阪神タイガースファンでございます。うまい、
熱い。この豚肉とカレー合うんです。あ、すいません。うまい。で、今日はゴールドスターね、ビールじゃなくて発泡酒でやっていきたいと思います。あ、飲んでからですけど乾杯。乾杯。このなんだっけ、はい、マヨ豆板、あ、それマヨ豆板、マヨ豆板醤、マヨ豆板醤チキン、はい、チキン、うん、チキン、いただきます。ちょっと辛いかも。うまっ、うまいね、これ。それでは、おつまみセット。この真ん中のマグタクですね。マグロとタクアン。うん。ごまも入れた。ありがとうございます。醤油をかければいいんでしょ。うん。マグロとタクアン、マグタク。うまっ。合う。ちょ、絶品ですね。いいですね。今日はね、ちょっと昨日久々にちょっとあのいろんな集まり会合がありましてね、飲んで二日酔いで11時ぐらいまで寝ちゃって、うん、それからサウナ行ってきて、で、髪を切ってきました。はい。で、ね、パーマを当てたらね、梅野龍平みたいな髪型になりました。龍太郎だわ。梅野龍平って誰だ。梅野龍…あれ、なんだっけ、梅ちゃんの人の名前。梅野龍太郎、龍太郎だ。阪神の梅野さんみたいな髪型になってます、はい、マグタクうまいね。ゆで卵いるか。お願いします。ありがとうございます。ゆで卵来たよ。ゆで卵、もうほんといよいよ暑いですよね、うん、もうあれですな、このマスクを撮影の撮影ごとにこう毎回洗濯するシーズンがやってきたね。こう洗濯すればするほど糸がほつれ、ブニョブニョになるんでしょうね。だからいつかはもう終わります、このマスク。それからね、胃はだいぶ良くなりました、うん、むしろもうほぼほぼ治ったね、うん、まだ阪神負けてるけど胃痛は治りました。ということは阪神のせいじゃなかった、うん、何だったのか、それは闇の中です。全く合うね、ほんとね。ネギトロじゃないや、なんていうの、マグロのたたきじゃ、なんていうの、ネギトロにたくあんを入れ、たくあんとしそを入れたものをこの海苔で巻くということをやっておるらしいんですけども、非常に美味しい。
あの回転寿司とかで結構マグタクってあるじゃないですか、軍艦巻きで。それですよそれ、うん、うまいやね。カレーヌードルの中にこの半熟ゆで卵を入れていく、これでもう優勝は決定です。あっざ、窓開けたら私の規制が外に響いてしまいますかね。皆さん飲みに行ってます？私はね、このコロナ禍でね、飲みに行くっていうこの習慣がもうなくなってしまいましてね、このマンボウも開けましたが、なんかもう行かなくなっちゃったよね。昨日はその会合だったので仕方なく行ったんですが、うん、なんか家飲みがな、落ち着くっていうのはあるんですがね。でも最近ちょっとあの玉袋筋太郎さんっていう人の動画を見てまして、その人の一人飲みの映像を見てたら、やっぱり居酒屋に行きたいよねなんてね、平子先生と話しておりました。やっぱりあの町中華とかね、ちっちゃい居酒屋とかそういうのが好きなんですよ。だからもうそういうとこでこう瓶ビールでやりたいね、うん、そういうことを言っておきます。なんか最近1週間に1回の投稿になっておりますが、まあ何とぞっていうところですね、うん。まあこんな感じでね、ちょっとゆっくり今日はやっていこうかなと思っておりますんで、皆さんもゆっくりとお酒を飲み、ご飯を食べてね、疲れを癒していただければそっし絶対噛むんだよな、絶対噛むんですよね。結果うばらそっしって言っちゃうんですよね。疲れを癒していただければなと思っておりますので、頑張ってください。頑張ってくださいっていうのはね、ですけど、まあそんな感じで今日もいい夢見てください。じゃあね、さようなら。いい夢見ろよ。いただきました。スコイムーです、スコイムーです、スコイムーです。ものすごく大きい声を出せますよ。マグタク。あっつ、やばい、もうマスクがやばい時期になっとるかな、これマスク脱げば、 T シャツ買うだそうかな。 T シャツ、え、ジャンパー着てっから暑いじゃん。 T シャツは恥ずかしいじゃんいいじゃん、顔出そうかな。やめてもらえますかバレっか顔出し NG でした。それではさよなら